1986年のハンキューブレーブスでは、1986年のハンキューブレーブスにおける動向をまとめる。この年のハンキューブレーブスは、2回目の上田、理事監督体制の6年目のシーズンである。2年ぶりのリーグ優勝を目指すチームは、リリーフのコマ不足解消のため、アメリカからアニマルレスリーを獲得。 上田監督の期待に応えるようにアニマルは開幕から守護神の座に座り5勝19セーブとまずまずの成績を上げまたマウンドでおたけびを上げるなどのパフォーマンスで人気を集めセーブや日本ハムに観客数で遅れを取っていたチームが動員100万人を突破するなど半球のイメージアップに貢献したアニマルの活躍に隠れがちの先発投手陣も3年目の 星野信幸がローテーション入りし、ベテラン山田久し、今井雄太郎、佐藤義則と4本柱を形成するが、前年まで先発、リリーフで活躍した山岡幸彦がわずか1勝に終わるなどの誤算もあったが、チーム防御率は4.11と改善された。打撃陣では切り込み隊長、福本豊が年齢面もあって、成績を落としたが、2年前の三冠を、 ウーマーウェルズをはじめ前年新人王の熊野テルミツ、指名打者の石峰和彦が奮闘し、チーム打率も277のリーグ2位と悪くなかった。チームは6月以降西部や近鉄に差を広げられ、終盤以降は B クラスチームへの取りこぼしも目立ち、優勝の西部と6.5ゲーム差の3位でシーズンを終えた。対戦成績ではロッテや 日本ハムに勝ち越せず12勝12敗2分で終わり、全球団への勝ち越しはならなかった。この年のドラフトで、中島さとしが3位で、藤康夫が4位で、それぞれ入団し、後のブルーサンダー打線の役者が揃うことになる。ありがとうございます。